こんにちは、ちか先生です。はい、今日のクイズです。このアイスは小学生以下に限り無料です。このアイスは小学生以下限りは無料です。小学生以下に限り、小学生以下限りは、はい、どっちでしょうか。はい、答えはこのアイスは小学生以下に限り、これですね。はい、無料です。はい、わかりましたか。ポイントはですね、小学生以下に限りはだけですね。何々だけ、特別に、スペシャル、はい、特別に、はい。だから小学生以下だけがこのアイスが無料だっていう意味ですよね。はい、で限りはたくさん意味があるんですけど、ここね、にがありますから、これがポイントです。で、この限りはっていうのは、何々の間は時間の ここからここまではみたいな意味ですね。だから小学生以下に時間の意味ありませんから、はい、これはダメですね。はい、じゃあちょっとね、これの違いを練習してみたいと思います。じゃあここで練習しましょう。そうですね、はい、じゃあ、はい、先生が話している静かに聞きなさい。はい、これはどうでしょうか。はい、先生が話しているに限り、先生が話している限りは静かに聞きなさい。はい、これは、まあ、そうですね、こっち限りは、はい、この間はがいいですね。先生が話している時は、その間は静かに聞きなさい。はい、これがいいですよね。うん、だけ、特別に、なんかリミットじゃないですからね。はい、じゃあもう一つ、そうですね、じゃあこれ、パスポートを持っている人、海外に行ける、はい、はい、パスポートを持っている人、何々限りは、パスポートを持っている人に限り海外に行ける、これは、はい、に限りがいいですね。はい、パスポートを持っている人だけが海外に行ける、パスポートを持っている人だけ特別に海外に行ける、まあそれはそうですよね。はい、なので限りはと限りはに限りはちょっと意味が違うので、ちゃんとね、このにとかね、入れてくださいね。違う意味になりますから。はい、じゃあ復習してみましょうか。このアイスは小学生以下に限り無料です。先生が話している限りは静かに聞きなさい。パスポートを持っている人に限り海外に行ける。はい、大丈夫でしょうか。それじゃあ今日もありがとうございました。またねー。